使徒パウロの手元への手紙。愛する者よ、私は間もなくあなたのところへ行きたいと思いながらこの手紙を書いています。行くのが遅れる場合、神の家でどのように生活すべきかを知ってもらいたいのです。神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会です。信心の秘められた真理は確かに偉大です。すなわちキリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。神の御言葉、神に感謝。神は残された不思議な技の記念を、心を尽くして神に感謝しよう。神を讃える人の集いの中で神の技は偉大、人はその技を尋ね求めて喜ぶ。神は残された不思議な技の記念を、神の技は力と輝きに満ち、その正義はとこしえに及ぶ。神は恵み豊かで哀れみ深く、とこしえに契約を心に留めてくださる。神は残された不思議な技の記念を。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、あなたの言葉は霊であり命です。あなたは永遠の命の言葉を持っておられる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。その時イエスは言われた。今の時代の人たちは何に例えたらよいか。彼らは何に似ているか。昼間に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。セレシャヨハネが来てパンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食間で大酒飲みだ。朝鮮人や罪人の仲間だという。しかし、知恵の正しさは、それに従うすべての人によって証明される。主の御言葉、キリストに賛美。